ダメダメ、何弱気になってんのよ。私、みんなが応援してくれてんだから頑張らなきゃ。やっぱさ、潔く諦めるべきかな。なんでだろう、頑張ってんのにな。浴衣着慣れてなくてきついのかも。マジ？あかり、今日はお家帰った方がいいよ。南くんも来れないんだし。ううん、スーパーまではあの神社抜けるのが一番近いし。っていうか夫婦だもん、お互いのために頑張らなくちゃ。南くんの大学推薦にもつながるし。二郎くんも来てたりするのかな。てか、いい感じってどんなだ？キスとか、ペアが変わって仮の旦那じゃなくなったら俺って友達？いや、ただのクラスメイト。いや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 、何様だ俺は。キッショー、たく誰だよこんな気分の時に。どうした？やっぱ私ヒロだ。もう走るから。ごめん、私帰ってきちゃった。ごめんなさい。お帰り、あかり。ただいま、ジロー。でも帯とか苦しくね。自分が着付けしたお嫁さんはどう？やっぱ俺はリボンの方が似合うと思う。おい、何？手貸して、リボンでいいよ。ジローの好きにして。じゃあ何？失敗？この次どうやんのか何度見ても理解不能で。あっぶねえ。ねえジロー、自分に自信なくなっちゃう時あるじゃん。あかり、もっと。あかり、今日会ったこと聞かないでくれて。夫婦なんだし協力するのは当たり前だろ。今回はタイミングが悪かったけどさ、今年も来年もまた花火大会あるし、きっと最初で最後の一緒に見上げる花火だ。